はい、皆さんこんにちは。はい、はじめましての方もいらっしゃると思います。 AKB48 のチーム K 秋元紗友香です。はい、紗友香の家の前です。家の前じゃないな、ドアの前です。行きます。じゃーん、お、分かるかな。シンプルですねお布団がそのままです。今日は紗友香のお部屋を、お、映ってるかな、紹介します。紗友香のお部屋、意外に女の子らしくないですか見てください、くまちゃんです。ほらハマってるものがありまして、マッサージにハマってるんですよ。で、お家に帰ったらこう顔のマッサージとかやるとすごい気持ちよくて、最近はマッサージばっかりやってます。私の宝物なんですけど、劇場に来てくださる方とかからこうお手紙をいただいて、すごい嬉しいです。ありがとうございます。とお手紙を読んだりするとすごい元気が出て、紗友香のことを応援してくれる人もいるんだなと思って、また頑張ろうっていう気持ちになります。毎日毎日メンバーに会えることがすごい嬉しいです。今撮ってる、おばあちゃん、あ、おばあちゃんか、お父さんかと思った女の人から紗友香を考えて作ったって言ってくれて、すごいいただいたこのブレスレットです。ほら、かわいくないですかあとですね、私7月26日に誕生日だったんですけれども、その時にいただいたもので、紗友香タオル、私ミロが大好きなんですよ。でミロが大好きで、毎日朝晩、家に帰ったら飲んでて、でミロが好きなんですってお話をしたら、このミロをイメージしたタオルを作ってくださって、本当にみんなに羨ましがられますすごい嬉しいんですよ。これ見てください、チーム K って書いてあるんですよ。合気道は小学校5年生ぐらいからずっとやってるんですけど、じゃあちょっと今日は皆さんに秋元紗友香の道着姿をお見せしたいと思います。ちょっと着替えてくるので待っててください。じゃーん、はい、どうですか、ガマ履いてます、強そうじゃないですか、好き、いきます。本当立ってやるんですけど、あ、それとですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいのがあって、私の帯なんですけど、見てください、紗友香って書いてあるんですよ。見えますかね、じゃん、
これからももっともっと頑張るので、さやかのことを応援してくださったら嬉しいです。